はい、こんにちは、まーちゃんねるまはるです。はい、今日はですね、毎年恒例なんですけれども、その年の抱負を語るってやつですね、うん、いつもね、ジェンガでやってるんだけど、今日はですね、こちらシークモンスターズっていうゲームでやりたいなと思いますね、うん、これ去年の末にですね、うん、ヒロディズニーライフさんとね、忘年会やった時にいただいたのよ、これ。おー、あのまるでディズニーランドのアトラクションみたいなだね、ゲームなんだよね。面白い、ね、この扉の上にモンスターズインクのね、キャラクターがいて、でその上になんかポチがあるんだよね、これヘルメットね。そう、でそこにライト当てると得点が加算されるんだよ、ね、おー、これディズニーランドこういうのあるんだよね、うん、しかもここにポイント出るんだよね、ちゃんと、うん、そうそう、いいね、これ本当本物っぽいね、うん、でこれをゲームで遊んでいきながら、うん、抱負をね、語っていきたいんだけど、エシン君がどうしてもというので、今年もハンデありです。このビリビリをパパはつけて、エシン君は好きなタイミングでパパのビリビリの感度を上げるということですね、うん、いきなりビリビリしないでよ、うん、ここじゃあまずはこちら開けていく前に黄金の5秒間、この間にチャンネル登録やこの動画がいいなと思ったら高評価お願いしますね。じゃあいくよ、せーの、チャンネル登録はここをタッチ、登録されるとグレーに変わるよ、一緒にベルマークもタッチしちゃおう、はい、登録してくれたかな、もしこの動画がいいなと思ったら高評価もお願いしますね。じゃあ早速開けてみましょう。おー、まんま入ってる。そうだ、はい、こちらがシークモンスターズ本体ですね、すごいね、本当にアトラクションっぽい感じなんだけど、ここにマイク、マイク、これがサリー、でこれがブー、でこれがランドール、そうだね、でそれぞれ扉が下にあります。そうだね、でどうやらこれ動くっぽいね、この子たちね、ここに掲示板があるわけだ、一旦オンにしてみていい？いきます。じゃあエシン君お願いします。せーので、次がこのライト、まずは電源をオンにして、スタートボタンを押して、おおお、すごいすごい、でライトを当てるんだね、これ。そうそう、あ、お、声鳴ってる、すごいすごいすごい、あ、どんどん速くなってる。得点は入ってる？入って入ってる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 、はやはや、すごいね、いや、すごいすごい早いよ、終わった、480点。あ、そう、おお、すごいね。そう、あの音もさ、静か、うん、フイン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 じゃなくて、フン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 ってね、あー、いいかも。もう一回やりたいときはスタートボタン押せばまた始まる。なるほど、はい、ちょっとね、なんて言ってんのか気になるんで、まずマイクだけ鳴らしてみようか、うん、はい、嘘、ヤッホー、ヤッホー、うん、あ、結構喋るね、うん、いろんなパターン言うんだ。じゃあ今度サリー行ってみましょう、うん、おー、やったね、じゃあ今度ブーやってみましょう、うん、ブー、じゃあ最後ランドールやってみましょう、うん、これ全部3パターンだ。で今ちょっと何十秒だったのか分かんないけど、うん、このじゃあ制限時間、うん、終わるまでとしましょうか、はい、はい、で A 進行は普通にやって、うん、パパはビリビリ付きでやる感じですね、はい、じゃあやっていこうか。でその間に抱負を語らないといけないからね、だね、早いよこれ、抱負をね、語りましょう、うん、はい、はい、じゃあ A 進行どうぞスタートしてください、いきます、はい、抱負、抱負語って、抱負って、抱負、今年やりたいこととか、うん、今年はね、チャレンジしたいこと、いっぱいあの寿司、他のやつも食べてみたい、寿司、寿司かよ、あの、あれは運動して痩せたいとか体力つけたいとか、あ、それもある、それもある、それもありますか、近すぎない、えちゃんすごい近すぎる気がするんだけど、できてできて、おお、すごいすごい、740点、740ポイント、まあまあいいんじゃないですかね、まあまあいいんじゃないの、うん、はい、じゃあね、今度パパやっていきたいんだけど、パパこれひどいハンデじゃない、うん、このホテルプラスプロつけただけじゃなくて撮影もやんなきゃいけないからね、さらに抱負を言う、あ、抱負ね、うん、抱負言わないといけないですね。じゃあエイシン君のタイミングでスタートと言ってください、スタート、はい、はい、こ
今年の抱負はですね、やっぱり、ね、パパ体力つけたいっていうのが一番かな。体力つけて、なおかつやっぱね、頑張りたい、もっと頑張りたい。痛い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 。パパが嫌いなやつじゃないのこれ。サプです。痛い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 。パパ嫌だったよそれ。でもおーちょちょちょ、終わった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 って、やめろちょっと。あ、900やったということで、エイシン君、地獄の30秒間です。聞いてない聞いてない聞いてない。地獄の30… やめてやめてよ。はい、じゃあ地獄の30秒間はエイシン君にもこちらの停止発療器体験いただきましょう。でも子供はね、ゆっくりやから。3歳以上で出力が低ければ OK、うん、あの強いのとか絶対しないから、禁止されてるから。じゃあ高校くらい、シシシシシ。何もやってねえよ。じゃあ、30秒間で開始しますね。いくよ、せーの、はい。キッキリ。ちゃー。どう？ドクンドクンってくる？じわーってくる。じわ。じわ。1200ヘルツにしてる。どう？じわってくる？どう？くすぐったいか。じゃあちょっと揉むんでしょうか。キャー揉む。速さ変えてもいい。あ、終わりました。お、早い。はい、どうでしたか。くすぐったかった。くすぐったかった。じゃあ外していい。あ、外していいよ。くすぐったいぐらいか。はい、そんなわけでですね、すごい楽しいね、うん、おもちゃいただいてありがとうございました。ありがとうございました、はい、抱負なんだって、A ちゃんは。僕はあのお寿司食べたいって言ったからね。お寿司食べたいとか、あのお寿司でいろんなのを食べるように頑張る。あ、まあ、あ、他のネタを食べたいってことね。あの、マグロっぽいやつとか。あ、そうですか。はい、あとは、体力つける。あ、体力つけてね。うん、パパも体力つけたいっていうのはあったね、うん、で去年はね、いろんな方とコラボしたいっていうので目標があって、で結局いろんな方とコラボしたんだよね、うん、あのキッズ系ではないね、うん、あの多業種、多業種っていうかいろんなジャンルの方とコラボできたんだけど、うん、今年の目標としては普通にお出かけ動画とかをいろんな方に見てもらいたいっていうのと、うん、マイティの皆さんを増やしたい、ね、うん、増やしたい。どんどんマイティの皆さんと一緒に仲良くなっていきたいなと思っております、うん、はい、そのためにはうちらが頑張らないといけないんだよな、ね、うん、いろんな面白い動画を作っていけたらなと思っております、うん、はい、じゃあ今日はこの辺りにしましょうか、はい、どうでしたか、楽しかった。うん、エイシン君はな、パパがイエーってなってるところのカビに好きだもんな。ということで今日はですね、このシークモンスターズというおもちゃで遊びながら、今年の抱負を語ってみました。はい、はい、ということで今日の動画が面白かったなとか気に入ったなと思った方はぜひいいねボタン、高評価、グッド、ライクお願いします、はい、そしてぜひお友達にも教えてあげてください。ちょっと今回のおすすめ動画この辺りに出てますので、ぜひチェックしてみてください。いきなりやめてよ。チャンネル登録は真ん中あたりからよろしくね。ということで今回は以上でございます。バイバーイ。